今回はまたカモたちのご飯も買いました。もうすごい寄ってきてる。俺がこう離れたらどうなるんだついてくる超かわいい。もう分かってんだな俺が餌持ってるって全然違う。かわいすぎ。ああ、ま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 あ。かわいい。フリ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 。早こいつマジ。ほら餌あるぞ餌。走ってきた走ってきた。かわいい。早いお前早いな本当。よちよち歩きのくせに早いな。ほら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 。うわ走る。アヒルアヒル。来て来て来て。すごい、すげえな、勢いが。気持ちいい。お前ら、等価交換なんか、餌やるんだから触らせるの、お前ら。ほら、餌だけもらって逃げるのは良くないだろ。すごい勢いだ。餌持てたら永遠についてくる。あ、すごい。どうしたの？何をしてるんだ？何をしてる？何をしてるの？お前そこで巣作りする気か？携帯に乗った。痛い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 。カムロカムロ呼びよう。これ目をつぶるのはどういうこと？あ、本当ですか？ちっちゃい頃から人に育てられるんですね。自分のこと人だと思ってるんですね。毛づくろいしてもらってるような状態に近いと思います。へえ、かわいい。爬虫類目閉じたら嫌がってるってことですからね。そうですね。そのあたりは鳥と爬虫類の違いですね。ちゃんと喜んでくれてるっていうのがいいですね。そうですね。袋同士でも結構毛づくろいにし合うんですけど、そこは自分が人間だと思ってます。あ、なるほど。袋同士ではおめえはフクロウだぞ。完全に目閉じて。これはかわいいわ。これ確かにチョコちゃんだ。